はい、皆さんこんにちは。今回は久しぶりに机周りの紹介をしたいと思います。前回紹介動画をアップしたのがだいたい3ヶ月前なので、まあ変わったところも多少あるので、動画を投稿したいと思います。で、今回は、前回紹介しなかったこっち側の紹介もしようと思っているんですけど、まああれですね、ここは汚いんですけど、そこはご了承ください。ということで、こっちからやっていきます。まず下には、扇風機ですね、これは確か無印良品で買った扇風機だったと思います。で、ここには、掃除機ですね、まあ、これを感じで、シャープの ECST12 というものです。一応サイクロンですね。まああれですね、ちょっとした掃除はいつもこれでしています。で、まあここはコンセントなんですけど、ずーっと行って、まあ、タップにつながってます。でも最近寒いんで、これは赤外線のヒーターをもう出しています。で、上の方には、まあ、リュックとか、まあ、バッグとかいっぱい置いてあるんですけど、まあ、これは小学校の頃に作った変なものですね。まあ、置く場所がないんでとりあえずここにかけてます。で、あとここはバッグとかで、これは確か東京ゲームショーに行った時にもらったものですね、はい。で、まあこっちは良くて、 あとこれはソニーのスピーカーですね。で、まあ今度は机の方の紹介をしていきます。で、まず上には、まあ、フォトランドグロスという一眼レフのバッグが置いてあって、ここには PSD のケースと DSI のケースですね。PSD は今本体出してるんですけど、DSI はここに入ってます。で、まあ、ここにはまたタグですね。なんかここは、これは USB 変換してるやつで、ノートパソコンと、あとこの蛍光灯の、コンセントです。で、まあ、ここには CD とか、まあ、いろいろ置いてありますね。で、これは、この前開封動画を出した伊沢オプトさんのスマートフォンフィルターです。で、まあこれはあれですね、修学旅行で買ったキーホルダーと水族館で買ったなんかオブジェみたいなやつですね、まあ、この下のはかなり古いですね。もう多分5年前とかそんな感じですかね。で、まあここは塾のテキスト類です。で、まあ、下のこの収納する場所には、学校の教科書とかが置いてあって、こっち側には鉛筆削り器ですね。もうかれこれ2年ぐらい使ってないですね。で、この下には貯金箱があるんですけど、全く溜まってないです。で、ここにはスマートフォンが置いてあって、これは先日開封したレンズクリーニングティッシュです。まあ、この後ろに温度計ですね。今は何度かな、24度ですね、はい。で、こっちには USB の扇風機です。先ほどのタップで USB に変換していたのはこれに繋いでるからですね。で、まあこの机の横にあるこのサブディスクにはパソコンが置いてあります。まあ、スピーカーとキーボードにマウスがつながっているんですけど、この裏には、エレコムの PC クーラーもあります。で、まあね、USB ポート2つしか今使ってないので、まあ、ここからハブを経由して、まあ、ここに置いてありますね、ハブが。で、まあ、かなり配線が汚いんでどうにかしたいです。で、このパソコンの横にワンセグチューナーをつけて USB があります。ちょうど今ワンセグを起動してます、ね。で、まあさっき紹介しなかったんですけど、机の下に、シュレッダーが置いてあります。これはあの結構使ってるんで、まああれですね、結構便利です、はい。で、いつもこの上にティッシュを置いています。で、まあ椅子なんですけど、これは1週間前ぐらいに
楽天で購入した椅子ですね。まあ昔使ってた椅子のこの背もたれの部分が壊れちゃったんで新しくこれを購入しました。ということで大体の紹介は終わりですね。まあ部屋紹介はまあ出す気はないんですけど、まあ、とりあえず机周りの紹介だけをしてみました。今回は、自分の机周りの紹介動画でした。まあ、あまり綺麗じゃないんですけど、まああれですね、机の上とかは綺麗にして受験勉強をしていきたいと思います。それでは終わります。